皆さんこんにちは、村上圭介です。本日はですね、ホラー映画をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するホラー映画は2022年、今絶賛公開中のジョーダン・ピール監督最新作ノープをお届けしたいと思います。実は前回かな、お届けしたホラー映画ゲットアウトと同じ監督、今公開中なので、ぜひこれはもう公開中の時に話がしたいということで、僕ですね、公開日初日に見てきました。まあその予告編動画がもうネット上とかには上がってますんで、もし興味のある方は実際に行く前にそれを見ていってもいいかなと思うんですけど、簡単に言うと UFO のようなものに襲われるっていう、そんなホラー映画なんですよ。簡単に言うとね、ハリウッドの近く、あれロサンゼルスの郊外にですね、牧場をやっている、まあ、主人公の OJ っていう、今回同じ主人公なんですよ、実はゲットアウトとダニエル・カルーヤさんがですね勤めていまして、その OJ という、まあ、お兄ちゃんなんですけど、 OJ とエメラルド、通称 M っていう妹、まあ、この2人が主人公になってるわけですね。父親とそのダニエル・カルーヤが演じる OJ がその自分の父親と牧場で話してるシーンから始まるんですけど、急にね変死を遂げるんですよ、父親が。病院へ連れて行ったら、どうやら上から降ってきたものの落下物がバンって当たって亡くなっちゃう。まあ、そこがもうすでに始まってるんですけど、父親が亡くなってしまうことがきっかけで、その家業だったハリウッドに馬を提供するみたいなことを家業にしてる家だったんですよ。でその家業を引き継ぐわけですね、 OJ は。でも OJ はあんま人付き合いが上手じゃないから、あんまりそのちょっと失敗をしてしまって、そこの仕事ができなくなるっていう展開になるわけですよね。でどうするどうすると、その妹の M と話してて、これやばいななんていう話をしていると、ある日家で飼っているっていうか育てているゴーストっていう名前の馬がある日の夜逃げ出しちゃうんですね。どうしたゴーストと。でおいゴーストどこ行ったって OJ が探していたら、わーっと見ちゃうわけなんですよ、 UFO らしきもの。なんだあれと妹の M に話すんですよ。とんでもないものを見てしまったと。いやもう仕事もなくなっちゃってやばいけど、あれの様子を映像に収めたら食べていけんじゃねってなるわけですよね。それしようって言って、まずは家の監視カメラを買ってくるわけですよ。それで収めて、これでもう一攫千金やっちまおうぜ、よしやろうやろうやっちまおうっていうのの、まあそんな感じでストーリーが進んでいくんですよね。でやっていくんですけど、どうやらただのその UFO じゃないんだなっていうことが途中で分かってくるんですね。これを言っちゃうともネタバレになるので、これ以上は言わないですけど、あの UFO おかしくない？ってか、ん？みたいな、本当に UFO なの？みたいな、あの正体は何なんだろうってことを、まあ、簡単に言ったらそれを突き止めていく映画です。それをカメラに押さえて一攫千金してやろうっていう映画なんですけど、馬がブワーって連れてかれるんですよ。でもね、これ馬だけじゃないんですね、連れてかれるのっていうのがいろいろあって、ちょっと UFO じゃないかみたいな。でも UFO なんだ、どう見ても。実はね、この映画の冒頭でチンパンジーがどうやら惨劇を起こしてしまってるんじゃない、これすごい現場なんじゃないっていうところが一番最初の映像で入ってるんですね。ゲットアウトだったら、その黒人、そのアメリカ社会が抱える黒人 の、 その差別の問題とか、そういうこう根付いてるものを扱う社会問題として提起するみたいな、まあ、もう提起するなんてもうずっとある話だからなんだけど、再度見直すというかね、そういうこう結構社会風刺というか、そういう映画の撮り方をすごいする人なんですよ、ホラー映画の中で。しかも今回もですね、その例に漏れることなく、今回もしかもさらに壮大なメッセージというか、まあ、それを簡単に言うと、どんなメッセージかっていうと、なんかこう見せ物にされてきた動物、その昔はチンパンジーをそのちょっと番組に出して、その見せ物みたいな感じで扱うみたいなことをやってたらしいんですよ。そういうのって今なんか法律で確かダメらしいんですけど、そういうなんかこう生き物を粗末に扱うだったりとか、見せ物にするってどうなんだみたいな、大きい意味で言ったらこの地球という自然とか命、大きな意味での命に対する向き合い方に対して警鐘を鳴らしている。本当に人類これでいいのか、こんな生き物とかを雑に扱っていいのか、そんなことをですね、この UFO というものを取り扱いながらメッセージとして届けているっていう、すごい、さすがジョーダン・ピール、そこもちゃんと例に漏れず、そこのメッセージちゃんと込めてくんのねっていう、なんかこう喜びに近いような感動と、そして、こうがっかりしないそのホラー映画の描写。今回なんとですね、 IMAX っての上映があるんですよ。これもしホラー映画好きで IMAX 見てもいいよっていう人だったらね、 IMAX で見ることをおすすめします。壮大なシーンみたいなものがあったりとかするんで、ちょっとこれはぜひ、ね、チェックしてほしいななんていう、そんな大好きな映画の一本となりました。絶賛公開中、ジョーダン・ピール監督のノープ、ぜひご覧になってみてください。めちゃくちゃおすすめです。君は何